どうも皆さんこんにちは、イサフトでございます。よし、じゃあ続きやっていきましょう。魚人を倒しに行くところですね。準備 OK?OK と。さあ、そしたら船旅がスタートしていきましたけども、もうなんかすごいね、これなんか自分で操作できるようになるのかな、わからんけど。で、魚人とは一体何ぞやと。あなたたちの船になるフィエルティア号。フィエルティア号がまあくれるらしいと。そして彼がギルドとマルシェ参加、海戦ギルド海猫の歌の徳永よ。徳永、すごい日本人っぽいやつ出てきたな。徳永です、よろしくお願いします。彼はあくまでこの航海だけだから、次からは自前の操船士を雇ってね。あ、操船士。え、でもそんな人いんの、見つかんのかな。重要な商談だったから本当助かったわ。積み荷は何なんです。それは秘密よ。うわー、やばい薬じゃないこれ。やばいもんじゃねえだろうな。安心して、その辺の線引きはしてるから。さあ、ノードポリカを目指すわよ。ここトリム港から南西方向に行けばデズエール大陸が見えるわ。南西方向でデズエールね。その東端にあるのがノードポリカよ。早速ですが、フィエルティア号の扱いについて事前に説明しておきます。ああ、ここで船操作のマニュアルね。船から上陸できるのは桟橋のある港か砂浜だけです。あ、砂浜にも行けんだ。崖になったところに停泊しても上陸はできませんよ。はいはいはい。ところはもちろんですが、浅瀬のあるところも通れません。あ、通れません。川くらい深さのあるところなら入れる場所もありますが。じゃあ後々あるんだろうね。途中に橋がかかっているとこの船の大きさではくぐることができないですね。はい、わかりました。わー、すごいマニュアルっぽいの来たわ。船の移動、カメラの制御、アクション、あ、入るとか乗りるとか、ナビマップ、メインメニューの呼び出し、カメラ、全身交代。へー、なるほどね。お、え、何、じゃあ実際こっから船運転してみようってこと。へー、すごいじゃん。あ、船運転してみようだ。へえ、すごーい。これ魔物とか合うのかな。ちょっとここ探索してみよう。魚人の群れに合わなければいいですね。あー、ストーリーこっち合ってたのか。でも世の中そんなに甘くないわよ。若いのに随分悲観的なのね。現実的って言って。それにしても助かったわ。なんとか間に合いそう。ええ、リヴァイアさんの爪に遅れを取るところでした。リヴァイアさんの爪か、ちょくちょく名前を聞くな。悪ギルド。ホブロー・ブラスティアを専門に商売してるギルドよ。ホブロー兵装。ああ、それでヘリオードで最近うちと客の取り合いになってるのよね。もし海が渡れなかったらまた大口の取引先を奪われるところだったの。それにしても連中はどこから商品を調達してるんでしょう。それなのよ、ホブローブラスティアなんてそう簡単に手に入れられるもんでもなし。兵装ブラスティアってでもなんだろうね。まさか帝国が。うん、でも管理は魔導士の方で。来たわね。皆さん気をつけて。お、ここが魚人か。うわー、え、なんか思ってたのと。え、あれ、あれじゃない。もしかしてあの魔物と同じ。喋ってるとしたかむぜ。あれ違うかな、あの海賊の子の声だと思ったけど。なんかごちゃごちゃうざ。全部よっしゃ、終わりました。どうなんだろう、魚人なんかさ、あいつの声に聞こえたけど、あの海賊もどき違う。さすがね、私の目に間違いはなかったわ。あ、違うのか。ほほほ、ブレイブベスペリアはおっさんもこき使うのね。アパティア探したりといろいろやることがあるのに。アパティア。アパティアって前にノール港で探してたあれか。そうそう。それっておとぎ話でしょ。私も前に研究したけど理論では実証されないってわかったわ。ま、おとぎ話だって言われてるのはおっさんも知ってるよ。でも実在するのか、それ。探すんです。ワンピースじゃん。それをドンに言われたからね。まだ生きてます。いや、やっぱそうだと思うんだけど。
絶対今中から出てきたよね。ああやっぱりそうだ、のじゃっていう喋り方がパーティーだったね。快適な航海だったのじゃ。食われてただけじゃない。魔物に飲まれてて後悔も何もないだろう。よく生きてたね。こんなところで何してたんです。お宝探して歩いてたら海に落っこちて魔物と遊んでたのじゃ。遊んでたレベルじゃないだろ。だな、そのまま栄養分にされなくて。なんでもいいけど、このまま船出していいかしら。構わないよ。頼む。うわ、徳永どうした。あ、生きてるよと。まだ一匹いやがったか。いるこの一幕。うん、一応治癒術はかけましたが、当分安静にしてた方がいいです。な、え、これで船動かせなくなっちゃったの。困ったわね。あなたたちの中で誰か操船できる人いるわけないわよね。パティじゃない確実に。うちがやれるのじゃ。そりゃそうだよね。パティが世界を旅するもの、船の操縦くらいできないと笑われるのじゃ。それじゃあ船の操縦はあなたにお願いするわ。うわ、徳永かわいそう。本当かよ。パーティーが操縦するためだけに怪我させられたじゃん。寄り道しても構わないわよ。あ、じゃあ自由に捜索しろよってことか。ある程度あなた方に任せるわ。船があるならどこへも行きたい放題ね。エスティルはフェローを探すんでしょ。そんなのんびりしてる暇ないんじゃない。どうでしょう、私は別に勝手にやるからいいわよ。まだ始めたばっかだし、もっと余裕持ってこうぜ、カロル。うん。じゃあ、進路の指示は任せたのじゃ。へえ、これで正式にパティが仲間なのかな。こう、まあでも正式に。霧が深くなってきたわよ。物語が進んだ。不気味。こういう霧ってのは、大体何か良くないことの前触れだって言う。なあ、やめてよ。余計なこと言うとそれが本当になっちまうぜ。ここで魚人が出てくるの。前魚人はもう終わったのか。ぶつかるわね。何にぶつかった。船だ。あ、でもなんか死んでない？この船。古い船ね。見たことない方だわ。アーセルム号って読むのかしら。アーセルム号。いや絶対この、ああ船死んでるわ。幽霊船アーセルム号。でもなんか浮いてるって珍しくない？幽霊船で。うわー、上がってこいって言ってるわ。人影は見当たらないのに、まるで呼んでるみたい。バカなこと言わないで、フィールティア号出して。もうダメじゃんの。何を見てダメだと判断したんだ。そこを見て、なぜかセロスブラスティアがうんともすんとも言わないのじゃ。うわー、一体どうなってるのよ。原因はこいつかもな。幽霊船乗り込むしかないんだ。ねえ、お化けの呪いってか。非科学的だな、お化けの呪いなんて。入ってみない？面白そうよ。うわー、言いやがった。うう、一人で行ってくれ。俺は苦手だ。原因わかんないしな、行くしかないだろう。いや、マジ？ティア号を掘っていくつもり？そうだ、そう。じゃあ、4人が探索に出て、残りが見張りでどうだ？あー、まあ半分ね。決まりだな。じゃ、行くのは俺とラピードは行くよな。あとは？あとは誰だ？まあジュディス行きたがってたもんね。私行かないわよ。まあだろうね。料理が決めていいんじゃない？あ、じゃあこっからパーティーを選出するんだ。わかってる？ちゃんと戦力配分考えてわけてよ。え、何？え、いつ魔物に襲われるかわかんないんだから。マジそういうこと？ああマジか。ああ、じゃあここで
オッケー、待てよ。でもラッピーだよ、あと2人ってことでしょ。まあじゃあジュディス行く？私は行きたいわ。いいよ、じゃあ行きたいならね、連れて行こうか。で、まあ、いやいや、嫌がってるリタを連れてくっていうのもね。あー、直さなきゃいけないの？パティちょっと使ってみたいからパティ連れて行きたいな。お前はおとなしく船の重りしてろ。あ、ダメなんだ、パティ連れて行きたいんだ。おい、マジかよ。じゃあまあヒーラーだな、シンプルに。あ、私ですか？いや、そうだけど、まあヒーラーは連れて行きたいからね。オッケー、以上じゃない？あ、ヘギヘギ、ラピードは、ラピード確定じゃないの？ラピードいないけど、もういける？あ、オーケーオーケーオーケー。じゃあ一旦セーブしていきましょう。よし、じゃあね、パーティー選出終わりましたんで行きましょう。さあ、幽霊船アーセルム号。一応セロスブラスティアを調べてみる。治ったら発煙筒で知らせるからすぐに戻ってこい。まあ多分イベントが終わらない限り終わんないんだろうな。あ、普通に魔物がいるんだね、なるほど。はい、終わりで、じゃあまあとりあえずはちょっと宝箱をいろいろ開けていきたいけど、武器、おお、トライデント、これはジュディスでしょ確実に。これはまあジュディスで、あ、いいね、結構上がるね。この辺はまあいけないよっていうマップなんだ。登る、あ、へえ、ちょっといろいろ探索するわ。面白いとこあったら随時は随時報告します。おー、やっと物語進んだ。探索めっちゃ疲れた。閉じ込められたね、確実に。先に進むしかなら先進んでみましょう。ここにいても仕方ないわ。だな、進んでみようぜ。いや、幽霊の正体何なんだろうな。なんかあったのか？何があったの？何？え、僕らは大丈夫だけど、ユーリたちは。今の衝撃で無事とは言い切れないわね。まったく面倒かけやがって。様子見がてら行くか。あ、結局この残りのパーティーも行くの？船の護衛はどうすんの？ごめんなさい、でも僕らだけじゃ船守れないもの。おさん、別にあいつらのギルドの人間じゃないし、この船の護衛なんて知らない。まあそうか、3人だけでも大丈夫かな。そうね、やばい、リタ行くことになってるじゃん。ここでうちの出番なのじゃ。どうした、パーティー？おとなしくしてろって言われてなかった？まあ、私はいいけどさ。それ式の言葉では激しく燃える冒険心の炎を消すことはできるのじゃ。さすが冒険家。船の中を探検したいと、そういうこと？あ、え、マジ？パーティー動かせそう。船からお宝の匂いがするのじゃ。お、匂い？しないけど。初めてパティを戦えるのかな。じゃあ、まあついといてよ。その代わりお宝あったら山分けよ。八二で手を打つのじゃ。しょうがないわ。で、船は置いてくの？戻ってこいよ。このまま漂流はごめんだからな。ああ、じゃあ船置いてくんだ。私だけだとちょっと心細いっすね。徳永がいるよ、徳永が。楽しくなる話をなさい。すいません。おお、ついにパティが使えるようになった。おお、これで動かせるのか。マジか。速攻で逃げるか。逃げれねえか、畜生。よし、終わり。カロルめちゃくちゃ使いづらいな。ちょっと変えるか、操作キャラ。称号海賊、かっこいいね。じゃあ、ユーリたちが行ったところまでちょっと一旦行こうかな。あ、開かない、マジか。ちょっと探索。よし、じゃあちょっともう一回ね、なんか倒れたっていうから上に来てみたんだけど、パティの登り方が結構やばいね。ピョン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 、怖い感じなんですが。あ、行けた、ここだ。あー、なるほど、こっから行くのか。あの鳥絶対エンカウントするよな。やだな。くそー、めんどくせー。
よっしゃ、終わったー。で、こっち側で、右、左、あ、右しか行けないのか。オッケー。うわー、なんかめんどくさい鳥。絶対来るじゃん。間に合う、オッケー。ここで？おー、また違うダンジョンか。そっかー、じゃあまた一旦探索だな。マジめんどくさい、幽霊。くそー。はい、終わりー。よーし、じゃあ次はどこ向かったらいいんだろうな。宝箱、あ、ミックスグミちょっと使っちゃおう。ミックスグミを使っちゃってパティでいいかな。1個使ってアイテム獲得。どっちに、あ、こっちがね、今こっから入ってきたんだもんね。ん、どこに進む。あ、ここは正解じゃないっていうことか。マジかー。で、出たら鳥がいるんだろう、これ。くそ、うぜえな。よいしょ、終わりー。で、奥は、あー、入れる。あ、よかった、無事だったんだね。あー、普通にここで合流すんのか。おいおい、お前らも来ちまったのかよ。しかも何連れてきてんだよ。連れてきたわけじゃないんだけどもね。ユーリに会いに来たのじゃ。度胸あるお嬢さんだな。でも今さらか。海辺のシーラカンスより度胸あること折り紙付きなのじゃ。海辺のシーラカンスってどういう例えなんだろうね。度胸があるのは知ってるよ。でなきゃあのゴーツクジジイの屋敷に一人で乗り込まねえだろう。ラゴーの屋敷のことですね。ゴーツクジジイ、船の方は大丈夫なのかよ。こんなところ早く出ようよ。出たいけど、まあ閉じ込められたよね今。幽霊の仕業じゃな。う、嘘でしょ。きっとこの船の悪霊たちが私たちを仲間入りさせようと船底で相談してるんです。変な想像しないでよ。でも、どう、何が正体なんだろうね結局ここの。そこがダメなら、なんかイベントって探すまでだ。そうね、行きましょう。結局みんなで行動ね。あー、ここでセーブポイント。じゃあ一旦今日はここまでにしようか。じゃあ次回またちょっと幽霊屋敷続きやっていきたいと思います。屋敷じゃねえな、幽霊戦だね。じゃあさよなら。